は、アンガス・ターベンです。3回目の挑戦。ごめんなさい、その光を、この場合、できない。アンガス・ターベンです。3回目の挑戦です。よろしくお願いします。皆さん、外国語を使うのが好きですか？まあ、好きな方も多いのではないかと思いますけれども、不安を感じる人も多いでしょう。私は2年間、ビジネス英語を教えたことがありますけれども、その間、英語の力にしろ、国籍にしろ、ビジネスの経験にしろ、本当に学習者が様々でしたけれども、共通点が一つだけありました。英語を使うと不安になるということです。本当にその学校の役割が言語を教えるというより安心を提供するというようなまるで保険会社みたいな役割だなと思うほどでした。とにかく私はみんなが不安を感じているということが分かって少しほっとしました。なんでかというと、私も外国語を使うと不安になるからです。皆さん、どのように不安を感じますか？告白します。私にとって外国語を使うのは暗いところで綱渡りをしようとするような気持ちです。単語に関する不安。例えば、音声的に非常に近いけれども、意味がまるっきり違うような単語を選んでしまう可能性があるという不安です。文法に関する不安。例えば、英語と日本語とでは話をつなげる要素が違います。英語の場合は、冠詞や代名詞を使いますけれども、日本語の場合は、が、も、はという助詞などを使います。そういう違いがあるから、日本語を使うようになると、つながるはずの話がバラバラになってしまうというような不安です。あと、丁寧さです。まあ、どの言語も丁寧さを表すような要素があると思いますけれども、日本語の場合は、その仕組みが特に複雑だというような印象です。例えば、するという動詞がありますね。するは、英語の do と同じような意味ですから、まあ、するだけで十分だろうと思いたいのですが、そうでもあります。なさる、生かすもあります。してくれる、してもらう、してあげる、してくださる、していただくもあります。させてくれる、させてもらう、させていただく、させてくださる。延々と続きます。結局、誰が何をしているかということが分からなくなってしまいます。私は、1年間日本に留学したことがありますけれども、その時、同じクラスに参加しているもう一人の外国人がある日クラスに来られなくなって先生にメッセージを送りました。先生、今日は休んでいただきますと、まあ、みんながびっくりするようなことを言ってしまうかもしれないという不安です。私は今まで話してきた不安は全部、話してとしての不安ですね。しかし自分が話している時はある程度その内容をコントロールできるからまだいい。聞き手に回るとどうしようもあります。相手が何を言ってくるか分かりませんから。
そしてこういうような不安がビジネスの場面だとなおさら強くなります。ビジネスの場面だと正確な情報のやり取りが欠かせません。いい印象を与えなければなりません。日英ビジネスの場合は必ず片方が外国語を使っています。それを考えると日英ビジネスは不安の底なし沼です。ではどうしましょう。不安を減らす3つの方法を考えたいと思います。1つ目、不安を認めましょう。不安が隠されているからこそ強く感じられるかもしれません。そして不安を認めることによってその外国語の難しさ、苦労を分かち合うことができると思います。コミュニケーションは2人がいるからこそ成り立ちます。その苦労や難しさを全部片方が背負うのは明らかに不公平です。母語を使っている人が外国語を使っている人のことを考えなければなりません。はっきりゆっくり話してもらう。何が難しいか、何が簡単かということを考えてもらう。そして失礼なことを言われても、それが失礼なつもりで言ったことじゃない可能性が高いと分かってもらう。しかし2つ目、完璧に話さなければならないと考えないこと。その外国語の使われている環境に子供の時に行ったのでない限り、母語話者と同じように話せることはありません。必ず発音やら文法やら語感やら何らかの違いがあります。第一、母語話者とぴったり同じように話してどうする。この顔でスパイになれるわけがあるまいし。そして私たちイギリス人は、例えばフランス人に自分たちと同じような話し方で英語を話してほしくありません。もったいないです。せっかくフランス人に生まれた人がイギリス人の真似をする必要はありません。3つ目、勉強を続けること。勉強は大学などで終わるものじゃありません。完璧になれないかもしれませんけれども、何歳になっても上達することは可能です。そしてもちろん、上達することは長期的に不安を減らす重要な方法です。しかし、その不安が消える日が来るのでしょうか。それは来ないと思います。来てほしくないと思います。不安が消える日が来れば、それは過剰な自信がついたということに違いありません。少しだけの不安を大切にしながら、いつまでも頑張りましょう。ご清聴ありがとうございました。アンナさん、ありがとうございました。
神さんが生まれる前から神様あの、カミングスさん、あ、私カミングスさん、私の二十歳なので生まれる前からもうだいぶ前からですね ね、はい、それでもまだ不安がありますか、日本語を使うときに。はい、その通りです。確かに不安があります。いつも不安あります。あの不安を感じない時はほとんどありません。ある、はい、どうぞ。あるとしたら、あのある日、日本にいて言いましたけれども、小さい10歳ぐらいの男の方がやってきて、外国から来たのと言ってきたんです。で、その時本当に安心して不安なしで会話できたっていう、それあの記憶にあるんですけれども、それ以外はほとんど不安です。じゃあこのスピーチコンテストに出るのも不安ですか。はい、もちろんです。はい、途中で何を言おうかということを忘れてしまいましたし、はい、その通りです。はい、3回も受けられた理由は、はい、不安大好きですか。あ、そうですね、そのやっぱり私がスピーチで申し上げたように、その不安を認めることがいいことだろうと思いまして、そして今日はみんなの前で不安ですというふうに認めたら、その不安が消えるかなと希望がありましたけれども、まあどうかな。ありがとうございました。不安が少しでも消えるといいです。続いて質問です。はい、3つの点で、はい、頑張りましょうということで、一つ不安を認めるということと、はいはい、それから完璧であることは必要ない、はい、それから3番目が勉強を続けましょうということですけれども、はいはい、安藤さんにとって、はい、一番この3つの大事なのは何でしょうか。まあ、不安を認める効果はまだ分かりませんが、勉強することと、まあ、やっぱり勉強することは非常に重要だと思うんです。諦めないで、ずっと定期的にある程度自分ができる限り勉強を続けることは重要だと思うんです。それ勉強を続けないと、まあ、上達しないからも何も、もうダメです。でもやっぱり私たちがもう、まあ、人の経験は人によって違うと思いますけれども、学校で勉強して、してる人が外国語が、まあ、テストみたいなものだという印象をずっと持ってるから、それはあんまり完璧じゃないとダメだというような印象を子どもの時から、そういうような気持ちを持ってる人はいるだろうと思います。それは本当にそれを乗り越える必要があると思います。で、本当に完璧じゃなくてもいい。で、確かに私が言った通り、多分その完璧になる人が完璧に第二言語を使える人がほとんど、まあ、子供の時から、その環境にいたのでない限り、あんまりそういう人がいないと思います。はい、安藤さんは日本語でお仕事してますよね。ちょっと翻訳の仕事をします。翻訳っていうのは要するに話すのではなくて書くことですよね。書くという読むで、そして時々独り言どういう意味でしょうかとか、そういう一人で言ってるんですか。はい、一人でどういう意味ですかっていう、そうですね、はい、その神と話をする、はい、話すときと、はい、読んだり書いたりするときってやっぱり違うんじゃないですか。違うんですね、今お話なのは話す人ですよね。そうですね、読むと、まあ、読むは自分の時間で読むから、いろんなことを調べたりすることができるんだけども、話、まあまあ、違います。その場ですぐ何か。
結構難しいことでしたね。書くのと読むのとは違うしね。違いますね。はい、で、まあ、確かに書くの方が第二言語通して第二言語で書くのは非常に難しいと思います。はい、分かりました。どうもありがとうございました。